はい、どうも皆さんこんにちは。イヤホンやヘッドホンを専門にデビューしている YouTuber のダラモです。今回ご紹介しますのはこちら、格安なのに音質機能もしっかりしたお風呂でも使える Bluetooth スピーカー、イヤーファン U-BOOM L を今回ご紹介します。イヤーファンといえばもうトップクラスにコスパのいい、めちゃくちゃ多機能なんだけど価格も安い完全ワイヤレスイヤホンを発売しているメーカーとして有名です。そのイヤーファンの Bluetooth スピーカーなんですけども、このスピーカーめちゃくちゃタフに使えます。僕は最近お風呂に入るときね、映画を見たり音楽を聴きながらゆっくりね湯船に浸かるのが好きで癒しの時間なんですが、タブレットにね防水のカバーをつけちゃうので音がこもっちゃうんですよね。 U-BOOM L は IPX7 のね高い防水性能で水に濡れても問題ないですし、水中にね沈めちゃっても問題ないくらい高い防水性能なのでお風呂でも使うことができます。今回実際ねお風呂で使ってみた映像をお見せするので参考にしてみてください。さらにはね防塵性能も高くて、粉塵が内部に入らない構造になっているので、例えば海とか細かい砂がある場所でもね使用できて、アウトドアでも活躍できます。また3つのモードがあって、音質を変更できるインドアモードとアウトドアモード、あと低遅延にできるビデオモードがあります。それにマイクが内蔵しているので通話もできるし、有線でも使用できるのでデスクワークでも活躍できます。さすがねイヤーファンで Bluetooth スピーカーでもねめちゃくちゃ多機能でコスパのいい製品になっています。ではね詳しく使用感をご紹介していきます。はい、ではまずパッケージを見ていきましょう。イヤーファンらしい黄色を使用した爽やかなパッケージになっています。開けるとこんな感じになっています。付属品はシンプルですね。充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。それからユーザーマニュアル、日本語でも書かれているので、まあ、価格的にもね初めて Bluetooth スピーカーを購入するという方もいらっしゃると思うので安心できますね。大きさはですね 500ml のペットボトルよりちょっと大きいくらいでちょうどいい大きさだと思います。再生時間は最大約16時間で、大きさを考えるとまあ平均的かなと思います。正面にですねイヤーファンのロゴが入っていて、表面はですねこれファブリック素材ですね、布っぽい素材でできているので、まあ、強度がある割に手触りが非常にいいのが特徴的です。イヤーファンのロゴを挟んで左右に55mm の大きなドライバーが2つ搭載しているのに加えて、左右側面に低音を増強するパッシブラジエーターが搭載、小さいながらもですね迫力のある低音になっています。背面には充電用の USB Type C と有線接続用の端子が搭載しています。まあ、例えばねパソコンのモニターにはスピーカーが搭載していない製品が多いので、モニターのヘッドホン端子に接続することでパソコンのスピーカーとしても使用することができます。また僕は家事するのがめんどくさい時は音楽でも聞きながら頑張って作業するんですが、防水性能が非常に高いので食器を洗う時に水がついても問題ないですから、キッチンでも安心して使用することができます。それどころかね水中に沈めても問題ないレベルのね防水性能なので、お風呂でも安心して使用できます。水をかけても再生している音が止まることはないです。またわざと水中に沈めることはないと思いますけども、誤ってね落としてしまうこともあると思うのでお風呂に落としてみました。お風呂に落とすと水中に沈まず浮くようになってますね。再生も止まらないので、お風呂で映画や音楽を楽しんだり、海やプールでもね安心して使用できます。また寝ながら映画を見るのも好きなので、ベッドのねこの細いスペースに入るかどうかも重要なんですが、僕が使用しているベッドフレームには入りましたね。なのでいろんなシーンで使用することができますね。それから映画とか、あとまあ YouTube とか見るときに低遅延にしてくれるビデオモードが搭載しています。 Bluetooth ボタンをねカチカチっと2回押すだけで、このように白くね LED が光って簡単にオンにすることができるので、映画を楽しむときはねオンにして使ってます。操作も簡単で、左に電源ボタンで、その隣の Bluetooth ボタンを1回押しでペアリング、2回でビデオモードがオンになって低遅延にできます。でマイナスとプラスボタンで音量の上げ下げができて、結構ね細かく調整ができるので自分好みの音量で楽しめます。でこのマイナスとプラスのね間にあるボタンを1回押しで再生一時停止、2回で曲送り、3回で曲戻し、2秒長押しで音声アシスタントも起動できます。そして一番右のこの三角のボタンがサウンドモードを切り替えるボタンです。実際にですね音を録音してみたので聞いてみてください。締め
音質はイヤーファンらしい低音の迫力が印象的で、サイズの割にね、かなり重たい低音が鳴ります。インドアモードは低音に迫力がありつつも、比較的バランスのいい音質ですね。ゆったりとね、このジャズなんかを楽しむときは、インドアモードがいいかなと思います。アウトドアモードにすると、高音がね、よりわかりやすく、全体的にメリハリのある音質になります。なのでまあ、ロックや EDM をね、ノリよく楽しみたいときは、アウトドアモードがいいですね。それにアウトドアモードの方が、音が広がっていくので、音の広がりを楽しみたい時や、あとはまあ広い空間で複数人で聴く時もアウトドアモードがいいかなと思います。ゆったりと楽しめるインドアモードと、メリハリよく明瞭に楽しめるアウトドアモードがあるので、いろんなジャンルの音源を楽しめるのが魅力ですね。また2台のイヤーファン U-BOOM L をね、同時に使用することもできて、ステレオでね、音楽を楽しむこともできます。まあ価格もね、かなり安いので、2台買っても2万円以下ですから、気軽に2台でね、ステレオを楽しめます。まあ、例えばこのデスクで使うよとか、お風呂で使うよとかでこれ分けることもできるし、一緒に使うときはね、2台でステレオにすることもできますから、2台買って楽しむのもありですよね。唯一気になったのは、有線で接続する用の AUX ケーブルが付属してこないんですよね。なので有線で接続したい方は、まあ、大体 Amazon で500円から1000円ほどで販売しているので、別途ね、購入する必要があります。ただそれ以外でね、気になるところはないですね。非常に丈夫でしっかりとしてますし、まあ、作りもね、アップで映像をお見せしてると思いますが、なんか変に隙間が空いてるとかもないです。さすがね、イヤーファンで。Bluetooth スピーカーも非常にコスパいいですね。あと通話もできます。これ今 U-BOOM L で録音した音声なんですが、このね、サウンドモードを切り替えるボタンの横に小さい穴が開いてるんですけども、この穴がね、マイクになってます。まあ、例えばパソコンのデスクに置くときはこのね、モニターの下に置くことが多いと思うので、こうやってね、モニターの下に置いて通話すると、まあ、こんな感じの音声になりますね。はい、コスパ最強のメーカーで有名なイヤーファンの Bluetooth スピーカー U-BOOM L のご紹介でした。イヤーファンはね、 Bluetooth スピーカーでもコスパ最強なんですね。防塵防水性能もね、 IP67 で粉塵も内部に入らないし、お風呂でも使うことができる高い防水性能で、非常にタフなので、様々なシーンでね、安心して使うことができます。ビデオモードで低遅延でね、映画やね、映像を楽しむことができるので、僕みたいにね、お風呂で映画を見たいという方にね、ぴったりな機能もあります。2種類のサウンドモードで、ゆったり楽しみたい時や、メリハリよくね、ノリよく楽しみたい時にね、好みでね、切り替えることもできます。唯一この AUX ケーブルがね、付属してこないところ以外は気になるところがないので、スピーカーで気軽に音楽を楽しみたい方におすすめですね。気になった方は下にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それから下に Twitter のリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ナナモでした。